はようございます、こんにちは、こんばんは。今日はじゃじゃん、カントリーマーム大人のバニラ。このね、カントリーマームって言えばおやつ界のアイドルで、あのしっとり食感がたまらないクッキーですけれども、それがねアイスになってる。しかも国産小麦使用のクラッシュカントリーマーム入り、これは期待できそうですね。あのしっとり食感がどこまで再現されてるのか、ちょっと検証してみたいと思います。では早速開けてみましょう。じゃん、こんな感じ。なんかチョコレートでコーティングされてる感じかな、チョコレートなのか分かんないけど、中にうっすらカントリーマームっぽいのが見えますね。じゃあ早速いただきます。うんうんうん、バリッとした、うん、あ、カントリーマームだ。うん、カントリーマームまんま、カントリーマームをチョコでコーティングした感じ。この中はなんか完璧、しっとり食感が再現されてます。美味しい。これカントリーマーム好きな人は絶対好きですよ。毎日食べたいと思う。うーん、このね、周りのパリパリチョコがまたこの中のふんわり感っていうか、柔らかいしっとり感を引き立ててて美味しいです、すごく。これはなかなか期待の一品ですね。私はこれね、ファミリーマートで買いました。皆さんもお近くのコンビニで探してみてください。ではまた、バイバーイ。今日ご紹介したアイスはカントリーマーム大人のバニラでした。お近くのコンビニで探してみてください。ではまた。